国際オリンピック委員会、IOC は1日、パリ五輪のボクシング女子66キロ級で昨年世界選手権で性別的覚性検査で不合格となったイマネケリフ、アルジェリアが2回戦で勝利したことを受けて広がった波紋に、すべての人は差別なくスポーツをする権利を持っていると声明を発表した。写真、鍛えられた上腕二頭筋号泣危険の女子選手は歯の根が合わないほど怯えた表情。 声明では、パリ五輪のボクシングトーナメントに参加するすべての選手は大会の資格と参加規定パリ2024ボクシングユニットが定めたすべての医療規定を遵守している。これまでの五輪のボクシング競技と同様に、選手の性別と年齢はパスポートに基づいて決定されると強調。予選でも適用されているとし、同じく昨年不合格となっていた57キロ級の林優賃、台湾。 も含めケリフラは2人は女子カテゴリーの大会で長年にわたり活躍してきたとの認識を示した2人は東京五輪などにも出場しており昨年の世界選手権での失格については今による突然の恣意的な決定で正当な手続きなしで突然失格となったと説明した今大会では2回戦でケリフと対戦したアンジェラ・カリニイタリアが強打の前に開始46秒で棄権 その場で膝をついて号泣し、本当に鼻が痛くて、最初のパンチで血が出た。この危険は降参ではない。それは i o c が判断することですと訴えた。同選手のコーチも、受け入れるのは難しいと語った。